はい皆さん、こんにちは。チームハローズ、黒川です。オーストラリア度例のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から、4時間視ボリンジャーバンド一問金公表、トレンドはありません、ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、4時間視ベース、上値の重い展開と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、四時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線、21本移動平均線、まあ、横を向いております。トレンドは出ておりません。そんな中、ローソク足は、と言いますと、マイナス通信はライン下抜け。到来中ということで、4時間足ボリンジャーバンドトレンドですということです。4時間シストキャスティックス。わかりづらいですけど、売りシグナルが点灯しております。 はい、こちら4時間足の一目金衡表です。老素化、職務の位置関係から明確なトレンドは出ておりません。はい、それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは92円の50レベル。92円の5万レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは94円の50レベル。94円の50レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、オーストラリアドレ円ン本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。92円の5万レベルから94円ちょうどレベル。92円の5万レベルから94円ちょうどレベルということです。はい、ポイントです。株安、リスクオフ、円買い進行ということで、はい、4時間シボリンジャーバンド1目均衡表、明確なトレンドは出ておりません。4時間シストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、オーストラリアドレ円ン本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。オーストラリアドル円本日、ニューヨーヨーク市場におきまして、 チャート形状的には上値の重い展開と考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります